はい、皆さんこんばんは、三平でございます。はい、大相撲秋場所2日目を振り返っていきたいと思います。ちょっとクーラーの音で聞こえないので一旦消しました。はい、ではですね、振り返っていきましょう。まず今日の朝乃山ですね、強かったですね。はい、上手投げで琴ノ若を思いっきり投げましたからね。あれはさすが元大関の力だなと思いました。はい、まあ本人自身もですね、まあ前頭4枚目まで番付を戻したということで、まあニュース上では2桁勝てば来場所の三役復帰が確実となるとは思うんですが、まあ番付上の空き次第で、まあなるかなと思います。はい、あとはですね、まあ、三役陣いきましょう。三役陣、小結、新小結、錦木、今日は負けてしまいましたが、まあ明日霧島戦でもう大関戦2人目ですからね、多分新小結ですから負けてらんない一番かなと思います。はい、翔猿関もですね、まあ返り三役ということでもあって、まあ、緊張してるかと思うんですけどね、まああと13日間頑張ってもらいたいなと思います。はい、続いて関脇陣ですね。関脇の大栄翔関は今日強かったですね。はい、まあ1勝1敗というわけですから、まあ、今場所、まあ、前回の動画でもお伝えしましたが、まあ、大栄翔関はね、まあ先場所はね、まあ、残念ながら9勝6敗止まりとなってしまいましたけども、まあ、今場所ですね、まあ、直近2場所で若元春関と同様とは琴ノ若、まあ、3人ですね、3人と同様に直近2場所で19勝されていますが、まあ、3場所5、まあ、大関昇進の条件目安としては現状では33勝以上と、直近3場所で333勝以上となっておりますが、まあ、あくまでこれは目安な成績ですから、まあ、33勝以上にはこだわらず、佐渡ヶ嶽審判部長によると本場所の相撲内容が良ければもしかしたら大関昇進も、場所後の大関昇進もあり得るんじゃないかという話がありました。だがですね、まあといってもせめて11勝以上はしないとですね、はい、関脇の若元春もですね、まあ2連敗してしまったんですけどね、まだ2日目なんでね、まあくじけず、まあ頑張ってほしいかなと思います。はい、琴ノ若関もですね、まあ、先ほど言いましたように朝乃山に上手投げされ負けてしまいましたけども、まあまだあと13日あるのでね、まあしっかり頑張ってスタミナつけて頑張ってきてもらいたいなと思います。はい、続いて大関、三大関陣ですね。三大関陣もですね、豊昇龍、北勝富士、まあ、先場所優勝決定戦でも争った2人ですが、まあ、北勝富士が連日ね、リベンジという形で豊昇龍関を下したというわけでめっちゃ強かったですね。はい、2勝0敗というわけで、ただ巻き返す、まあ、今場所こそは優勝、まあ、前回で、まあ悲願の初優勝は逃してしまったけど、まあ、今場所は多分
先場所の悔しさを生かして、まあ、国策富士関も今場所頑張ってると思います。はい、あと13日間ですね。続いて霧島関もですね、まあ強かったですよね。はい、翔猿戦ですからね。翔猿戦ではまあ結構強かったですけどね。まあ今場所もはい、まあそういえばニュース上でもあったんですが、豊昇龍と霧島関ですね、夏巡業中に八角理事長から呼び出され、1年以内に横綱に上がれという声が激励です、まあ、命令という形で言われたというわけで、豊昇龍も多分頑張ってくれるんじゃないかと思いますね。はい、まあ、将来が楽しみですね。はい、さて最後貴景勝関ですね。角番の貴景勝関、貴景勝関も今日は強かったですね。錦木に完勝しましたからね。錦木もうすぐ負けてしまいましたけども、錦木もそれでもくじけず、あと13日間ね、あるんで頑張ってほしいなと思います。三役陣頑張ってほしいなと思います。はい、今回の動画は一旦おさらいいたします。今日は三役陣もそうですが、2日目を振り返って、小結、関脇、大関の役力士をお話しいたしました。明日3日目も更新させていただきますので、その時はよろしくお願いします。本日はこれで一旦終了いたします。3日目も、まあ、楽しみにしましょう。あと13日間どんな結果になるのか望んで、誰が優勝するのかを祈って、今場所を振り返りましょう。はい、それでは失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。